が一つになって戦えている。これだ、これなんだ。サッカーがここまで楽しいなんて知らなかった。あの人と出会って俺たちは変わったんだ。何これ？タイヤ。何に使うの？特訓さ。あなたは？俺は遠藤を守る。サッカー協会員としてお前たちのチームに入ることになった。よろしく頼む。遠藤を守る。まさか遠藤ってあの遠藤を守る？日本を世界にですか？ああ、その前にまずはフットボールフロンティアだ。はあ、すげえ。俺たちも頑張れば出られるんですか？そんなの無理だろ。俺たちはまだサッカー部を作ったばっかりなんだぞ。無理じゃないよ、やれるさ。そうだな。みんな聞いてくれ。俺は協会員としてどこの学校に行くか迷った。考えた末、俺はこの利根川東星を選んだ。なぜこの学校なんですか？似てたからだ。え？サッカー部がなかった頃のライモンに似てたんだ。そして Sakanoueはここに約束した通り部員を集めた。Sakanoueは強引だから根負けしたっていうか。サッカーやってみたいって言ったじゃんか。ここにはあるんだ、道のないところに道を作ろうとするエネルギーが。だから俺はここでやってみたくなった。もう一度日本一を目指せるすっげえチームを作るってこと。日本一を目指せるチーム。ありがとうございます、遠藤さん。でも俺たちサッカーはほとんどやったことのない奴らの集まりですよ。心配ないさ、基本からやる。なら安心だな。って、まさかあれですか？基本？なんでタイヤなんですか、遠藤さん。は？サッカーの特訓といえばタイヤだろ、普通。これは本当にサッカーの役に立つのか？遠藤さんが言うなら立つんじゃないか。むちゃくちゃだよ。あれ、こいつタヌキ？危ないから向こうに行ってろよ。どうした、サカナウエ？こいつ迷い込んだらしくて、すぐに追い返します。いや、いいさ。そいつもきっとサッカー大好きなんだろ。特訓はきつかったけど、自分たちが日に日に強くなっていくのを感じたな。遠藤さんがいれば、俺たちはどこへだって行ける。遠藤さんは俺たちに翼をくれた。